はい、ということで、どうも皆さん、こんばんは、翔です。はい、ということで、今回ですね、また、鉄道模型の紹介動画を出していきたいと思うんですけども、今回は、つい先日、新しく発売されました、コミックスからですね、発売されたものです。それはこちらです。じゃん。はい、こちら、トミックス98672、JR281系、特急電車はるか、基本セットということで、こちら購入しました。いやね、まあ、加藤からも出てるんですけども、待望のね、トミックスからの製品化ということで、いやこれ本当に楽しみにしてたんですよ。まあ、とりあえず、ね、パッケージの方から見ていくんですが、まあ、こんな感じで、特料セットですね、入っております。まあ、スリーブとかも、ごく一般的なんで、もうそこら辺を飛ばしたいと思います。それではもう早速中身、お見せしたいと思います。じゃん。はい、ということで、まあ、こちらに説明書があるんですけれども、付属がですね、この、まあ、説明書で、この警告文、注意書きの黄色の紙と、シャバンインデのですね、今回なんかシャバンインデとしか付属しないと、ATS 表記とかあったりするんですけども、近郊、普通のね、電車やったりとかすると、特急型はないんかな、とりあえずシャバンだけが入っていると。で、こんな感じですね、製品自体は。上にこの基本6両が入ってて、この紙スリーブの裏に残り造血3両が入るよという、仕組みになっているんですね。で、この紙スリーブ、最近またトミックスこういうのつけてきてますよね。これなんかイラストがまたいいですよね。209-0番台、景品東北線ですね。特別、あれ何だっけ、限定品だったっけ、でかいやつであると思うんですけれども、それにもね、こういうイラストがついてたりとか、なんか割と最近こういうトミックスって、スリーブにもなんか力入れてる部分もありますよね。さあ、ということで、まあ、このね、イラストから見てもかっこいいんですけども、実物っていうか、模型の方をお見せしたいと思います。それではいきましょう。まず、こちらですね。パンク寄りの、車両になります。クハ281になります。こちらなんですけども、先にね、もう TNK プラー化しております。はい。まあ、こんな感じで。よいしょ。いや、印刷がすごい綺麗でして、鮮やかなんですよね。この屋根の青と、裾の青の色の差も、ね、ちゃんと再現されてますし、ここのね、グラデーションもいい感じですね。で、ここに、はるかのロゴが、綺麗に印刷されてます。これもいいですね。で、お顔がこんな感じ。いやー、もう、はるかそのものですね。いやー、さすがトミックスさん、造形マジでいい。で、今回、おそらく新たに、新規でね、設計された TN カプラ、こちらついております。SP カプラですね。はい、こんな感じです。ちょっとね、カプラの、その設計上、胴受け部分が再現されてないので、そこどうしようかなとは考えているんですけども、まあね。少しずつ行きましょう。で、この前面窓ガラスのつらいチッカイもいいですね。で、反対側こんな感じで、つま面ですね。割とこうすっきりした感じがあっていいですよね。シャープな感じで、屋根、ね、こちらには、JR マークがデカデカと印刷されてますね。いいですね。かっこいい。今回、その、基本セットなんですけども、付属品がもう一切ありません。アンテナもね、全部取り付け済みでございます。これはね、ありがたいですよね。うん、楽ってわかる。ただ、その、パーツの、ね、予備がないので、もし紛失してさえとかね、ちょっと、ありゃりゃってなっちゃうけどね。はい、ということで。で、今回なんですけど、このはるか、なんとライトの機能がございまして、スイッチ1、オフ、2とあります。こちらなんですけども、1はね、通常点灯。はい。進行方向に対して、ちゃんとヘッドライトついたり、テーブルがついたりするんですけども、この2の方をね、選択しますと、関西で特有の、連結面、先頭車同士の連結面って、ヘッドライトでね、照らして、転落防止対策として、そういう点灯がされてるんですけども、それも再現できると。そのスイッチを切り替えるだけで。いや、これはすごいよね。これはぜひともね、造血セットも買ってやってみたい感じですけれどもね。ちょっとお金がないって余裕はありませんが。はい、ということで、お次行きましょう。ちょっと長くなりましたけれどもね。はい、お次、モーター車になります。こちら、モハ281系でございます。こちらパントグラスついてますね。
よいしょ、こんな感じですね。はい、まあ、至って普通なんですけども、親も綺麗だね、かっこいい、こんな感じで、まあ、ちょっとね、床下機器類とか台車とかそこまでね詳しくはないんですけども、なんとも言えないんですけどね。はい、こんな感じですね。で、アンテナ、こちらあれなんですね、 JR マークはついてないんですね。ここは一応あれなんだね、パンタグラフ取り付ける準備のあれがあるんだね。あれあればっかし言ってないけど、あれあればっかじゃんっていうどういう説明でしょうか。さあ、お次行きましょう。はい、お次、サハ 281系の100番台でございます。100番いいかな。はい、こんな感じで、いいですね。はい、で、屋根、こちらにはね JR マークが入ってますけども、さっきのクハとちょっと違いますね。まあ、こんな感じでございます。はい、ということでサハでした。お次もこちらサハ、281の今度ゼロですね。はい、こんな感じ。何が違うんだ、100番台と。あ、なんか乗ってる機器が違うんだね。空気溜めのタンクみたいなやつがあるのとないのとかのサードマン。ああ、あと何これ、なんだろうこれなんだろう、なんかちょっとよくわかりませんが、なんか機器が違いますね。でもこれ作り分けられてるっていうのはなかなかポイント高いんじゃないでしょうか。すごいな。あともこんな感じでね、まあ、ボディ自体はそんな変わらないんですけども、床下機器がちょっと違うよーっていう感じですかね。はい、すげー。でね、なんか床下もね、なんかパーツがこれ分けれるようになってるんですよ。新しい設計なのかな。こうなんか台車の部分とこの床下機器の部分、これね分かれるんじゃないかな。すごいですね、最近のなんかこれだいぶ進化してますね。さあ、次行きましょう。モハ281の、モハ281です。はい、パジャンパンタグラフがついております。ではこんな感じでね、はい、まあ、先ほどのモハ車と変わらないという感じですけども、いや、いいですね。思いのほうがこれツヤがあるんですよ、汽車のようなツヤ感っていうかな、めちゃくちゃツヤがあってかっこいいんですよ。反射の仕方がすごい綺麗。窓ガラスもそうなんですけども、普通にね白いボディのとことか分かりにくいですけども、はい。じゃあお次ラストですね、こちら、黒280でございます。こちらグリーン車ですね。はい、こんな感じ。ここにはるかの文字とグリーン車マークが入ってますね。いやー、いい、かっこいいなー、はるか。で、お顔ですね、こんな感じで、このライトのところ、あの黒く塗るとさらにね、あのリアルになりますので、ぜひとも塗ってみてください。まだ塗ってないけど、はい、という感じで、ライトもねすごく明るくめちゃくちゃ綺麗に光っておりました。でね、あの嬉しいことにリカラの方でもこちら試運転させていただいて、後日ね動画アップする予定なんですけども、そちらでまた見てくださったらいいなと思います。はい、ということで今回はですね、こちら、トミックスから発売されました281系はるか、基本セットですけども、ご紹介の方させていただきましたが、いかがだったでしょうか。まあね、おそらくもう発売から結構時間経っていますので、購入されている方、もしくはね、紹介されている方結構いると思うんですけどもね、まあ、ちょっと遅くなりましたが、ご紹介の方させていただきました。まあね、もう関西特有のその連結面でのライト点灯がね、機能として入ってるので、もうぜひとも増結セット買いたいんですけれども、まあね、トミックスさんから271系が出ることを、願いまして、今回ちょっと見送ろうかなと思います。はい。まあね、一応
現在ノーマルハルカ、このね、本当にノーマルなハルカなんですけども、走ってるのが今1本だけでして、ほとんど今キティちゃんのラッピングになってるんですけれども、まあいずれはね、まあ、全部がキティちゃんになってしまうんですが、まあ最後に残ってる、トップナンバーの車両ですね、そちらを、モデルにして作りたいなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。今後ともよろしくお願いいたします。まあおそらくね、また動画出すと思いますので、その際またね見てくださると嬉しいです。はい、ということで本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらぜひ高評価、それでチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。本当にいじるのが楽しみですね。はい、ということで次回の動画でお会いしましょう。ましょうでした。またね、バイバイ。